したっていいじゃん。3、来た。買うかもしれな知れない。だ合わないな。だせーの。どうもペコマチャンネルでやばくないこの合わない具合。やばいまあまあこれもペコマチャンネルらしさじゃないですか。まあね、どうなってるかわかんないですけど。さあ、ペコシュペさん、はい、今日は、こちらに来ました、どうぞ。はい、イケベ楽器渋谷店でございます。イケベ楽器渋谷店、実はですね、シュペさんちょいちょいギター欲しいって話してたじゃないですか。はい、なのでせっかくなら YouTube で、ね、シュペさんが欲しいって言ったらギター選んでいこうじゃないかということで、今日は買い物企画でございます。何このベタに買うシリーズ。よくあるけど、だ俺がね、なんでそのギターをやりたいかって言ったのは、まずはめちゃめちゃかっこいいじゃん。だギター弾いてる人かっこよくない？なんか無条件でかっこいいですよ、そこからみんな入るからね。そう、はい、であとね、僕やっぱキンキキッズさん大好きじゃないですか、はいはい、でキンキのお二人、剛くんと光一くんも二人ともギターとかやっぱできるのよ。そうなのよ。やっぱそれでキンキキッズの歌とかも歌いたいから、そうそうそう、せっかくなら俺買っちゃう。なるほどね。でも確かにこういう機会じゃないと買わないかも。でここは品揃えもすごく多いってこと知ってましたね。あ、そうなんです。ぜひおすすめのお店でございます。へぇ、買い間早いよ。見てからです。オッケー。じゃあ早速行ってみましょう。行きましょう。行きましょう。こちらですね。こちらです。行きまーす。おわー、あ、めっちゃあるよ。わー、すげー。めっちゃあるじゃん。わあ、ギター屋さんだ。そうね。駄菓子屋だったら困りますからね。すごい。うわ、ちょっと本格的に来るの初めてだわ。本当。いや、これテンション上がるなこれ。すげえ。どうもこんにちは。よろしくお願いします。いや、こんなにいっぱいあるよ皆さん。皆さん見て。すごい。こんなにたくさんあるんだよ。この中から俺の相棒を選ぶようなもん。そうそうそう。言ったらお笑いで言うと相方選びみたいな。いや、本当そうよ、本当そうよ。うん。だから。シュペさんやっぱキンキキッズ弾き語りしたくなるわけでしょ。そうそう、やっぱだから剛くんが持ってたギターと同じモデルとかそういうのとかね。ああ、なるほどね。ちょっと調べついてた。下調べよ、俺下調べよ。下調べついてただただかっこいいなって思ったから。まあでもいろいろマジであるから見てみ、色とかもそうだし。どの辺から見たらいいの。ちょっとシュペさん触ってみたら、じゃあちょっと気になったやつ。だから多すぎて分かんないんだよ。いや本当色とかで全然いいと思う。ざっくりご予算ってどのくらいで考えるかしら。もう決まってないんだったら決まってないなりに。そうですね、まあ、10から20。まあ20万ぐらい。おお、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。いやでもいいもん買ったらね、やっぱ弾けるようになろうっていう意識も強くなるから、あ、大事にしたい。そう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 、その第1号の、うん、いうか、シュペさん、はい、聞いてみたら、いいですか、どうやってつなぐ、適当に言っちゃう。あ、でもいいな。ちょっと俺も触ってみていい？これシュペさんね、ちょっと やってみて、ちょっと、あ、めちゃくちゃ弾きやすそう。あ、もうそれ分かる分かる分かる。あ、綺麗。じゃーんか、なんかもうミッシェルのスターティングオーバーの入りっぽかった今。じゃらって、いい音。うわ、綺麗ですね。めっちゃいい音してるね。次何、ギブソン。ギブソン、ギブソンだったらみたいなのもちょっとお願いしていいですか。ギブソン、同じぐらいの具合。ガチだよこれ。ガチで買うからね。買うから。でもやっぱどの子を選ぶっていうのマジで大事だから。楽しいね、まだ弾けないけど。だからこの YouTube でシュペさんの上達持ってきましょう。あ、だから、はい、その企画もいいかもしれないですね。でシュペ買ってから買うだけで終わりじゃなくて、いいですか、シュペさん。うわー、ファーストインスピレーション大事だから。え、マジかっこいいんだけど。ちょっと座って、これもちょっとあったかくていいな。すごい、うん、ちょっと、うん、あ、なるほど。どう、さっきのまたちょっと違う。なんかちょっと違うね。あ、そう、うん、なん
然持ってないから、ね、欲しい。じゃあここだけ押さえて。どこ？ここ。ここだけ押さえて、うん、この下4つ。これ G。G っていう。ここでやるの？うん。ここ4つ目、ここから弾く。ここ？うん。どう？いい。これにメ、これにメロディー入れれる？うん。こう弾きながら。ギターを買うかもしれない俺はこのギターを買うかもしれない。あ、あ、足りない。あれ知れない。違う、この4本、知れないのメロディーじゃないんだよちょっと俺も聞いてみていい？これちょっと渋谷さんどっちが合うか。いいよ、はい、すごい。あ、これはいいな。どう見た感じ。あ、いいですね。これ音がちゃんと出る、ね、出るの違う。ああ、いいですね。そうですね。もう満足してる。全然満足できないけど。いやでも渋谷さんこれどっちもいいと思う。すごくもう好みやな。マジで。うん、じゃあさっきのマーチンと今ギブソンでしょ。そう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 、この2つ。じゃああと1個ぐらいちょっと他にもおすすめなんかいいですか。うわ、これかっこいい。フェイス、こちらもチューナーがついてますね。すごい、すごい。山本山口さん、かっこいい。ありがとうございます。すごい。まあ、デザイン性っていうと色味がまた今回違うじゃない。うん、それもかっこいい、ね、かっこいいね。だから例えばこういうスタンドで部屋に置いてある時のイメージとかそういうのも大事かな。わ、家のどっかに置いちゃうみたいな。そうそうそう、飾っちゃうみたいな。そうそうそう、インテリアというか、まあ、うん、スッと弾けるように。ちょっとじゃあ石川さんなんかは。そうね、東京の今日の気温。もう東京の今日の気温35度超えるかもしれない今、弾けるコードがこれしかないんですよ。知れなるも一回弾いてみていい、うん、フェイスって俺でも初めてかもしれない、はい、広く取らなきゃいけないから、うん、うん、あー、いいですね。ちょっと知れないマンダー。知れない、いいですか。今日ギターを買うかもしれな、しれない。ちょっと超えてくんなよ。もう一個コード弾いてみるか。じゃあ、うん、ここ人差し指。合ってる、合ってる。ほら、いい、いいっていうコード。いいじゃん、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 なんだっていいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、キスしたっていいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、なんだっていいじゃん、そんな土曜日。あの、この曲は実際リリースしてる曲です。ぺこぱシュウペイがなんだっていいじゃん、ぜひ聴いてください。ダムチャンネルにも入ってますさあ、渋谷さん、はい、本気で悩んでましたね。悩みました、はい、はい、さあ、でもね、ちょっと決めてもらわないといけないんですけども。そうですね。どこから、まずこの3本から。はい、もう一応この3本で絞らせていただいて。はい、はい、もうさっきちょっと軽く、しかないマンダーもやらせてもらったんで知れないね知れない知れないマンダーで、ね、じゃあもうこの中で1本決まってんだよね。はい、じゃあゴッチシステムでいきましょうか。ゴッチ、ギターの肩叩けますかね。なるほど、うん、そっちですね。ゴッチシステムで、はいはい、ちょっと並び替えますね、はい、ギターを叩きたいと思います。はい、ちょっとテリストもね。ハート、ハートマーチンか。あ、違う、来て来て来て。あ、フェイスの後ろに回り込んだ。えい、あー、やつじゃない。ハート、またこのマーチンだ。マーチンの後ろ来て、ハート、キムソン、キムソンの後ろに回り込んだ。キムソンか、ハート、
けると、ああ、シュウペイですね。じゃあもう本当に選びたいと思います。はい。こちらです。こちらのマーチン、マーチンにしたいと思います。おお、こちらで、はい、決めても、なんかね、うん、こう握った感じもそうだったんだけど、はい、なんかこう鳴らした時の、うん、やっぱ音色がすごくなんか良かった。あ、なんか好きな音色、まあ、それぞれもちろんいいんだけど、はいはい、その中でも自分でこう感じた時に、はい、あ、綺麗だなって思ったのが一番このマーチンだった。いやー、よかった、うん、これ俺もすごくいいと思う。本当、うん、これじゃあちょっとウィニングしれないやろう。ウィニングしれないやりますか。はい、じゃあ祝福のいただきお願いしてもいいですか。じゃあ祝福の祝福祝福の引きがかたり、はい、引きがたり、はい、いきます、はい。僕はマッチンを選びました。このマッチンで1ヶ月以内に1曲弾くかもしれない。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、こちらのマーチンを購入したいと思います。はい、買っちゃいます。初めてギターを買います。結構な買い物ですよ。うん、最近ですか。16万9500円。ショウジさん、はい、何16万貸してもらっていい。いや、持ってんだ。持ってんだ。いいのね。いいの、貸さなくていいのね。俺に16万貸さなくていいのね。どういうこと。怖い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 。貸せ、貸せ、貸せ、貸せ。貸そうか。どういうことで。意味が分かんなかったよ。知れないを作った方がいいかもしれない。知れないし、知れない、知れないと思う。みんなに、もう、ちょっと、何々知れない、なんか、候補もらおうよ。自分で探すよ、そんな。なんで募るの。お願いします。あるだろう。ネタをね、ネタ提供お願いします。なんか誰でも作れるだろ。何かもしれないので、そういうとこは巻いていきたいので、視聴者が送ってきてくれるかもしれない。あれー